マルチビデオシステムは SNK が発売したアーケードゲーム基盤である。また、同システム基盤を導入した筐体のことも指す。MVS と略されることが多い。ハードウェアスペックとしては、同社の家庭用ゲーム機、ネオジオと同等である。また、こちらは区別のために MVS と呼ばれる場合が多いが、実際は、業務用、アーケード用のネオジオでもあり、 ネオジオの一種類でもある。家庭用のネオジオの方も区別としてアドバンストエンターテイメントシステムとも呼ばれる。基板上にカートリッジスロットが最大6本存在し、複数のゲームを1台の筐体で共用することができた。そのため、筐体には2人分の操作デバイスの他にクレジットを表示するセブンセグメント LED、 ゲーム切り替え用のボタンが用意されていた。また、一般的なマルチ筐体では、ディスプレイの上にインストラクションカードを並べる領域があり、初期モデルは、L パネルで選択しているゲームのインストラクションカードが点灯する機構があった。また、ネオジオとのリンク用にメモリーカード用のスロットがついた筐体も存在した。なお MVS 用のカートリッジとネオジオ用カートリッジに、 外部的には互換性はない。ただし、実際には変換コネクタを利用すれば流用可能である。インストラクションカードの小ささを補填するため、ゲームスタート前に細かいゲームの操作方法の説明が入り、デモ中にもほとんどの場面でタイトルロゴが表示されるなどの配慮がされている。これは家庭用ネオジオ、ネオジオ CD も同様。 誤って自分がプレイしたいゲームではないところでコインを入れてしまっても切り替えボタンを押せばクレジットが入ったままゲームが変わる新設設計も備わる。また各ゲームでの日々の売上データが蓄積され人気、不人気が簡単にわかるようになっているなどオペレータにとって便利な機能が多数搭載されていたメモリーカード経由でインカムを集計できる。 システムなども予定されていたようである。家庭用のネオジオ同様、初期の基板と後期ソフトでは組み合わせによってはエラーが起こる場合があった。配線は初期の仕様だとステレオ仕様だったこともあり、ジャンマとは一部配線が違ったが、後期の基板ではモノラル化されほぼジャンマ仕様となっている。2003年の日本国内向けの一部タイトルは、 基板とソフト一体型の基板として売られた。これだと旧来の MVS と比べて、その分高価になってしまうため、店舗側にとっては不評で、導入する店舗が少なくなってしまったため、工述の3本のみの採用となった。複数のソフトの装着、家庭用とのメモリーカード共用が、売りのため、基板のみの販売予定は当初はなかったものの、 市場の要望により、一本スロットの基盤の販売が開始された。同時にゲームソフト側でも、メモリーカード仕様を前提とした、クリアまで、長時間かかるような構成は減り、また、システムも、残クレジット数が、画面に表示できるようになるなど、汎用筐体に合わせた設定が追加された。一本スロットのものは、メガボルト -1C を除いて基盤に対して、 ソフトは水平に刺さる。また音量調整用のスイッチも備える。複数スロットのものは専用筐体に組み込まれて販売されたものであり、ジャンマ規格と一部端子が異なる。いずれも本体に対してソフトは垂直に刺さる。初期のものにはゲームによってはノイズ音が発生するものがあった。その対策として基板上の特定の部分の抵抗をニッパーなどで 切断するなどの対応策が公表された。SNK は MVS の発売にあたりアーケードゲームとしての一般的な販売手法の他に設置を希望する店舗に無償で筐体を貸し出しその収益を徴収するという独自の手法をとっていた。このためゲームセンターだけでなく様々な店の一角で MVS 筐体を見ることができた。SNK において MVS 向けタイトル及びネオジオ用ソフトの開発にはアートボックスという自社開発のツールが使われていた。当時の SNK ではこのツールを用いて各担当がグラフィックや音を制作し、それをもとにプログラマーがゲームを組み立てるという方式が取られていた。このため開発途中では時間をかけてロムにデータを書き込み、 出来上がった ROM を一つずつ基板にはめ込んでは開発の完成度を確かめていた。例えば、キャラクターデータの場合は、デザイナーが作成したスプライトを1616 16ドット単位で分割してから ROM に書き込んだ後に、開発基盤で読み込んでから、トット絵を再構成していたため、キャラクターのアニメーションは ROM に書き込むまでは、どのように動くのかわからなかった。また、筐体のモニターには、 ブラウン管が使われており、照明の照り返しで見づらくなることから、開発時は段ボールで画面を覆うなどの対策が取られた。一本スロットのものでは、MVS に供給された、マージャンゲームソフトに対応するべく、MVS 標準のジョイスティックプラス4ボタンを、マージャン専用コントロールパネルに置き換え、マージャン専用台にしたものも存在する。しかし、このような MVS 筐体は、 使用可能なソフトの数が限られてくる上、複数のマージャンゲームが搭載できないことから多く出回ることはなかった。これには MVS 用のマージャンゲーム自体の数が少なかったことも背景にあった。また、MVS 対応のマージャンゲームは基本的に標準筐体で操作することを前提としていたという理由もある。コイン投入時の効果音は テレビ番組でよく使われている。登場時から長期間経過し、性能が不十分になったことやコピー対策が不十分になったことなどにより、その代替としてシステムボード Y2 が採用されている。2021年1月に SNK 公認の元ガンタクより発売された家庭用ゲーム機。正式名称は MVSX ホームアーケード、クラシックレトロアーケード。 初期に製造された赤い筐体のメガボルト 25U4 がモデルとされる。17インチの LCD スクリーンを搭載し、50タイトルが収録されている。MVS 版と家庭用版がプレイ可能。ただし収録タイトルは海外版となっている。1台で2プレイが可能で6ボタンが搭載。それ以外に7セ,セグメント LED とゲームセレクトボタンが 実装されているが、このボタンは、MVS 版のクレジット投入時に使うものとなっている。収録タイトルマルチビデオシステムのゲームタイトル、一覧を参照。ありがとうございます。